こんにちは、モーターズの内原です。長井です。サムネイルに書いてありますけども、300万円の2015年式86ぼったくりかどうかっていうのを検証したいと思ってるんですけど、長井くんが300万で買っちゃったんだよね。そうですね。正確にはいくらだっけ。310万、2015年式のトヨタ86。はい。それってどうなの、安いと高いの。高いと思います。これ高いよね。高いなりに理由があると。まあいろいろ、はい。でめちゃくちゃカスタムしてんっていうことだよね。そうです。で一番の特徴って何。一番の特徴はターボがついてるっていうところですかね。マジでこれ NA だよね、もともと。その86にこれいわゆるボルトオンのターボキットみたいな感じ。あ、そうです、そうです。まあ早いですよこれ。なるほどね。じゃあもういいから乗せてよ。もういろいろすっ飛ばして乗っちゃいます、うん、乗ります。お願いします。はい、わかりました。さあ走り出しましたよ。はい、まさく長い号。はい、あーすいません、前乗ってたのが、はい、RX8。 あー、そうです、そうです。うん、86になりましたけど、うるせえなこの86。メンバーのマウントが変わってたり、はいはい、まあ、ミッションのマウントが、まあ、カラーが入って、ああ、金属のカラーが入って、まあすごい振動が伝わるっていう感じですね。逆にこうなんか一挙手一投足に対しリニアに反応しそうな雰囲気だね。そうですね、うん、めちゃめちゃクイックですこの車は。いやだろうね、なんかチューニングカーって感じがする。めっちゃ楽しい。まあちょっと大通りに出ましたんで、ターボをちょっと作動するぐらいまで当ててほしいなと思い、はい、マジでこれ。マジ？いやどうですかこれ。早い。超楽しい。私があのポルシェのボクスター NA265 馬力カタログ値ではね、はい、乗ってるんですけども、あのそれより早いかも。いやまたまた。はい、本当に本当にそれ。いやこれターボはね本当にあのトルク出方がすごい楽しいですよね。4速からも全然加速するんですよ。うん、するね。だけど8って踏んでも踏んでも進まない仕様でしょ。だから今のは、まあ、僕のはもうそうでしたね。末期の僕の8は、うん、もうエンジンお疲れでやれてたよね、はい、いやーこれ面白いなこの車。これ300万。そうです。え、何キロだったんですか走行距離は。走行距離は1万9000キロ。バリオンじゃん。全速距離伸びてない車なんで、うん、まあ、それも考えたら、うん、結構お買い得だったんじゃないかなと。そうですね。86ってどう、リセールって結構さ、はい、こういうスポーツカーって大事になってくるとこじゃない。それでいうと86のリセールって今どんな感じなんですか。86のリセールですか。うん、そうですね、今は正直買う時期じゃないかもしれないですね。あ、あの新型の86が、うんうんうん、多分もう発表されてるか発表されるかっていう。あ、まあまあなんかスクープは出てるもんね。はい、うん、ですからまあやっぱり新型出たら多少値下がりはしちゃうんで。カラーの超速い。ボルトオンターボって普通に施したらいくらぐらいのチューニングになるの。まあ部品代が、うん、まあ、どこのメーカーさんが出してるものでも大体50万円ぐらいで。あー、そう、はい、部品代で50万円。
ちょっとコーナリング楽しみなんで、ちょっとあれのきついとこ今から入っていきたいと思います。よし、じゃあコーナリング入っていきましょう。さあ、2速で加速を振っていって、なるほど、バックダービーが気持ちいいね。いや、中井くん、速いね。びっくりした。2リッターターボってこういうことかと思ったよ。これをチューニングだけでやってるってことですよね。そうですね。うん、じゃあ早速その施したチューニングやカスタムを紹介してもらっていいですか。あ、はい、わかりました。はい、じゃあまずフロントからどういったパーツがついてるとか教えてください。 GR スポーツのフロントリップと、うん、あとサイドバンパーフィンっていうものがついてます。ああ、なるほどね。バンパーの横についてる、うん、タイヤにエアが当たらないようにする、あ、ちょっとフィンみたいになってる。あ、そうです、そうです。あとなんかダウンフォース稼ぐの。あー、そうかそうか、それで前が沈むのか、はい、あー、すごいね。まずこれが1点、はい、そして、まあ、うん、一番大きいのは一応前期なんですけど、うん、あの後期のバンパーがついてる。前期なんだけど後期のバンパーがついてる。純正のバンパーがついてます。あー、なるほど、はい、それって簡単につくもんなの。そうですね、あ、ウインカーの問題があるんですけど。あ、なるほどね、はい、うん、そして続いてはペインフックがついてます。はい、その赤いね、かっこいいね。あ、そうですね。あとはエンブレムが変わってます。あ、それ変わってんだ。あ、そうです。確かにメッキじゃないね。はい、多分グラジオのエンブレムカスタムといえばの、はい、あ、そうです。お宝でもおなじみのグラジオさん。弊社の大人気のタイヤホイール、気になるところだと思います。これは何を装着してますか。ホイールは T37 の、サガ入ってます。タイヤがフェデラルの 595RSR、 うん、ね、どう、単造ホイール、軽い。軽いっす、これ軽いか。最高です。最高に軽い。はい、ツラめちゃくちゃ合ってるよね。ビタビタです、これ。ビタビタ。これは何、86専用設計とかそういう感じですか。あ、そうですね、サイズが本当に86専用って感じで、サイズとしては 10J のプラ44、はいはい、そうかそうか。インセットだけで言ったらそんな別に出幅があるわけじゃないけど、 10J ってとこがミソだね。そうですね、うん、10J って本当にないんですよ。あの TCD5100、86が履けるサイズで、うん、10J っていうサイズは本当にラインナップがなくて、はい、かなり貴重だと思います。あ、なるほどね。それはなんかショップさんのオリジナルとかなんだっけ。はい、あ、そうですね、九州のクレイブさんっていうショップさんのオリジナルサイズ。これ前後とも同じサイズ。そうです、通しです。通しで、はい、ローテーションもバッチリと。で、続いて側面部もいろいろなんか空力を意識したパーツがついてると。あ、そうですね、まずフロントの方にあるのが TRD の、サイドフィンですね。あ、ちょっと正式な名前が分かんない。あー、なるほどね。この立体的なやつでなんかミラーにかけての空力をちょっと意識してる感じ。あ、多分そうだと思います。まあ多分そう、結構大事なチューニングエッセンスだよね。はい、はい、見た目でやっぱり。うんうんうん。あとはサイドステップ、うん、これがスバルの BRZ 用のサイドステップがついてます、うん、あえて86に BRZ 用のサイドステップをつけると。はい、これ純正の BRZ のサイドステップですけど。そうなのね、はい、純正のサイドステップとかが 86BRZ で違うんだ。そうなんですよ、違うんですよ。すごいね、こだわってるね。で、そしてリアの方にもフェンダーのところに TRD のフェンダーエクステンションがついてます。そのフェンダーエクステンションは何を効果が期待できるパーツなのか。これは単純にあのホイールとかタイヤが出ないようにっていう。ああ、なるほどね。じゃあ、はい、面にする時のね、まあ、ちょっとアクセントにもなりつつ保安基準を満たすパーツでもあると、はいはい、リアにもありましたね。リアもさりげなくやってる感があるんじゃないでしょうか。はい、じゃあちょっとご紹介お願いします。ウィング、あれ、これ純正っぽく見えるよね。なんか純正の上位グレード的な純正パーツで、86の、まあ、上の方のグレードの GT リミテッドっていうグレードの純正部品ですね。なるほどね、はい、おしゃれ。まあなんか効きそうだよね、これぐらいのサイズ感ならね、はい、うん、あとはフロントと同じ、はい、フスコのケインフックがついてます。はい、いけてるね、赤でね、はい、で、ケインフック以外ですとテールランプがまた、うん、後期のテールランプに変わってます。渋いね。あとはマフラーですかね。おうおう、マフラー、これはどこの柿本のマフラーです。これは柿本レーシングカイってやつね。あ、そうです、カイ、うん、カイね、カイの EG06R、 名前忘れちゃったんですけど、まあちょっとサウンド聞かせてもらってもよろしいでしょうか。
待ちかねエンジンルームご会長でございますね。イケてんな、青いね。ありがとうございます、うん、青で統一されてますね、エンジンルームは。はい、何がついてんのこれ。いろいろついてるね。まず目につくのがこの補強バー。これはどちらの。これはクスコの補強ですね。なるほどね。聞く、これちょっとわかんないですすいません、わかんないですこれはなるほどね、個人の感想です、はい、というところで、はいはい、さっきタイヤホイールのとこ紹介しましたけど、足が RSR だっけこれ。はい、そうです、うん、RSR の車高調が入ってます。車高調でピロアッパーは全開ですね。全開に寝かせております。全開に寝かせておりますね、はい、もうこれは基本ですよ。で、なんといっても今回はですよ、ボルトオンのターボキット、それがどちらに。あ、これですね。はいはい、これです。これがトラストのボルトオンターボですね、うん、これがプラス50馬力を生むという、はい、はい、噂のやつです。でそれに伴ってパイピング関係も全部、そうですね、で吸気が全部一通り変わってます。早速バックタービンの、ね、音をですよ、取らせてもらってもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。で青で統一といえば、はい、ね、ちょっと僕がちょっとコールサイですよ、パナソニックバッテリーカオスさすがですね、はい、お目が高いですね。はい、私が担当営業としてあのパナソニックバッテリーさんをやらせてもらっておりますのではい、利用させていただいております。はい、しかしこのカオス小さくね、ちょっと軽くなってるとは思います。あー、なるほど、小さくなって、はいはいはい、サーキット仕様ですね。一点青くないのがありますね。その黒い樹脂のグリッティと書いたこちらは、これはグレッティのプロフェック、はい、ブーストコントローラーになります。ブーストコントローラーを挟むとなんか馬力が上がるの。ブーストを上げることによって、はい、馬力が上がります。もうやりきってるねやってないとこない。そうですね、まあ、あとは燃料系とかですかね、はい、あー、なるほどね、うん、備えて、はい、まあ、もっとガソリン吹けるようにしたり、はい、あとはブーストもっとかけられるように、はい、アクチュエーター変えたりとか、まあ、まだもうちょいパワーアップのメニューが残ってるって感じですかね。なるほどなるほどなるほど、はい、では内装ですけどもやってるねそうですね、まあ、一通りは、うん、一通り紹介してもらっていいですか。はい、ステアリング変わってます。生かすね、ディープコーン、はい、モモのドリフティングですね。あとはロールケージが入ってます、うん、これちょっとメーカーがですね、 TRD かクスコどっちかです。どっちか、どっちかです、うん。あとはトラストの、うん、さっき説明したブーストコントローラーがついてます。なるほどね、はい、その奥にユピテルのレーダー探知機が入ってます、うん、スーパーキャット、スーパーキャット最高ですこれ、うん、シートですかね、うんうん、シートがレカロの SRG、SPG、 多分ここに書いてあるいわゆるフルバケってやつね。はい、シフトノブ、 PRD のシフトノブでスロットルコントローラーが入ってます。なるほどね、はい、うん、あ、ちっちゃいところなんですけど、うん、ルームミラーがグラジオのミラーに変わってます、うんうん、なるほど。であとは、あ、これ、うん、14R のプレートですね。この車 14R っていうグレードなんですけど。 14R って何、なんか特別なの。 14R 自体はそこまで特別ではないんですけど、うん、これの上に 14R60 っていうグレードがあって。なるほどね、はい、それはすごい特別なグレードなんですね。 TRD が86で、うん、筑波サーキットの踏ん切りを目指したっていう企画があって、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、はい、まあ、実際に踏ん切りしてるんですよ。なるほどね、 TRD が。でその技術を市販車に反映したのが 14R60 っていうグレードなんです、ね、なるほど。それではないんだよね。それではないんですそれになると途端に値段高くなっちゃって。そりゃそうだよね、500万、うん、700万するんですよ、ね、はい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 。まあそれの大衆向けっていうか、もうちょい買いやすくしたグレードが 14R っていう、ね、なるほどね、はい、はい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 、エアローパーツ、うん、が結構特別な仕様になってるんですけど、うん、まあ、この車は見ての通り至って普通の後期型仕様になっております。なるほどね、もう側をひっぺがして、はい、後期型に、はい、うん、潔いカスタムだね弊社スタッフ長井の86310万は伊達じゃない、高くない、安心二重丸な1台です。いい買い物したと思いますよ。言うてね、グーとかカーセンサーとか中古車物件サイトを見れば安い方から見るっていう方いると思うんですけど、高い方から見るっていうのも案外ありかもしれません。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルでは
スポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。